ということでやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回もですね、スマホ版にアンコライ戦争ホワカの方でやっていこうかなと思うんですけれども、前回の動画でですね、なんとか無事ですね、羅生門の方をクリアすることができました。ということで今回ですね、やっていく内容に関してはこちらでございます。ということで、まあ羅生門のですね、ドロップキャラクター、こちらの猫書道ですね、ゲットすることができましたので、とりあえず今回こちらのキャラクターの方ですね、使っていこうかなと思います。ということで早速ですね、もうキャラクター取得の方していきましょうか。じゃあ行きます。はい、さあということで、まあ、早速ですね、進化前の方の下のね、テキストの方ですね、読んでいこうかなと思います。特大の筆で、豪快な、書をしたためる猫、誤字脱字が多いのが玉に傷、古代種に滅法強いということでございます。あ、対悪魔じゃないんだね。なるほどね。最近ちょっとあんまり古代種と戦ったような、あの記憶がないんですけどね。まあいいや。じゃあこいつが10エビになるとどんな姿になるのか、早速見ていこうかなと思います。じゃあとりあえず行きます。はい、さあということで猫茶道でございます。どっちも和でございますね。書道も茶道もね。はい、ということで特注の、茶筅かなを使って大量の、茶の湯を振る舞う猫、4畳半の茶室から全国に向けて無料配送、一部地域除くはい、なるほど。古代種に滅法強く、波動烈波を無効にする。はあ、なるほどね。烈波無効はかなりいいね。まあ、今後だいぶ、烈波とかはね、結構きついんでね、まあ、無効なキャラクターいるとだいぶでかいかなって思います。で、とりあえずですね、今回に関してはですね、ちょっと両方使いたいんで、まずは書道からですね、まあ、どんなもんだかちょっと使っていこうかなと思うんで、いつも通りチャレンジステージの方に使っていこうかなと思いますんで、移動しましょう。はい、ということで早速ですね、ゲットいたしました猫書道ですね。まずは進化前の方で使っていくんでよろしくお願いします。じゃあもう出しますか。いきます。はい、さあということで、まああれですね、まんまこれがね、思っていたのと同じでございますね。このでっかい筆を使って攻撃っていうことでございますけども、書道か、すごく懐かしいね。なんか子供の頃すごく書道をねやっていた記憶がありますよ。まあ字が下手くそだったんでね、まあなんか人に見せられるような作品はできませんでしたけども、いやーいいね、久しぶりにちょっとやりたくなりますよね、書道は。まあそんな感じでございます。ということで、そうですね、どうだろう、まあ書道に関わるちょっと話をしようかなと思うんですけどね。なんか書道すると字が上手くなるっていうことで始めたんですけど、結局ですね、何年、2年ぐらい多分書道やったんですけども、一向に字が上手くならずとか、さらにね、あの下手くそになった思い出があります。はい、まあ、ただそれだけでございますけども、まあとりあえずですね、まあこいつに関しては古代種なんで、まあどうしようかな、最後らへんにちょっと対古代種でちょっと遊んでみるのもいいのかなって感じがしますけど、まあとりあえず、書道はこんな感じです。じゃあ次、進化後の茶道の方で使っていこうかなと思います。てかだいぶ溜まると強いな、ちょっと強い、ちょっと待って、なんかめちゃめちゃ強いね。はい、ということで負けましたね。はい、ということでお次は進化後の猫茶道の方で使っていこうかなと思います。さあということで、じゃあもういっちゃいましょう。はい、さあ、うわ、でけでかいな。これあれだよね、あのお茶のさ、なんつうんだっけ、あのかき回すやつ、あんまり詳しくないんだけど、うわすごいねこれ、でかい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 。それに対してのさ、このさ、このお茶のあれのさ、サイズがちっちゃすぎなんだよね。もうこれでちょっと無理でしょ、もうなんできないよねこれね。もうちょっとなんとも、すごいね、組み合わせがすごいな。器もうちょっと大きめにした方がいいよ、ちょっとかき回せられないよこれは、さすがにね。はい、ということでこんな感じでございました。そうだね、あとはなんか烈波と波動がね出せる、なんかステージ、なんか出す敵がいるステージでも使ってもねいいのかなと思うんですけれども、まあどうしようか、まあちょっとまだ時間がありそうなんで、なんかあと適当にね、なんかあのステージの方でちょっと使ってみようかなと思います。ということで、まあビジュアルとか攻撃とかはこんな感じでございました。まあかなりね、緩い感じで、まあ意外と結構割と好きなビジュアルしてるんで、ちょっと今後もね使っていければなと思います。ということでこんな感じでございます。はい、ということで最後にですね、ちょっと新レジェンドステージの方でちょっと遊んでいこうかなと思います。でとりあえず編成に関してはですね、ちょっとドロップキャラクターの4体の方ですね、入れてちょっと遊んでいこうかなと思います。じゃあちょっとガンガンですね、やっていきましょうか。でとりあえずこのメデューサのやつって遠方だったよね、これちょっと大丈夫かな、動きちゃんと止められるか分かりませんけれども、まあいいや、まあね、ニャンコンボの方もね、とりあえず突っ込んであるので、ちょっととりあえずやってみましょうか。
まあとりあえずね、まあ全部ドロップキャラクターなんで、どうだろうね。でもこの組み合わせで戦うことなかなかなかったんで、なんかすごい、なんかよくわからないね、なんか新鮮さがありますけれども。さあ、あ、でも意外と持ちこたえてるね。オッケー。あ、これニャン、待って、ニャンコホックさ、これさ、キャノンブレイクにすればよかったな。ちょっと、これただのニャンコホだとよろしくないね、これね。え、どうしようか。まあ、とりあえず、そうだね。ちょっと抑える方がなかなかギリギリだけど。でもなんか押せそうな気がするけどね、これね。多分これ、いけるよね。動き全然止まってないけど。ちょっと、止めて。それともあれか。はい、が入ってないかな、これ。もうどうなんだろう。怪しいね。あ、いった。オッケー、大丈夫そうでしたね。はい、ちょっと大丈夫。なんか、もう一ステージやるこれ。なんか、なんとも言えないな、これね。じゃちょっと、もしなんかありそうだったら、もう一ステージやります。なかったら、そのまま、もう締めに入ろうかなと思います。はい、ということで、もう一ステージでちょっと遊んでいこうかなと思います。ということで、まったり地底、これ行きましょう。で、とりあえず編成に関しては、さっきとあんま変わらずに、まぁ、ちょっとね、今回、犬写真の方が出てくるんで、一応とりあえずマキシマムの方ですね、まぁ、入れてやっていこうかなと思います。で、一応どうだ、これでいけるかな、まぁ、様子見ましょうか。いけ。まぁ、どうだろうね、茶道の方がちょっとレベル30なんで、50にしとけばよかったね。まあ、とりあえず様子見てみましょうか。あれ、これ、犬写真はまだ出てこないのかな。ちょっとまあいいか、適当にまあ様子見ていきましょうか。さあ、オッケー、いいよ、そのままよし、いい感じ。これでとりあえず倒していけ。もう財布がなかなか微妙だな、これね。ちょっと結構ギリギリでございますけども、あ、でもなんか割となんか大丈夫そうな気がするね。まあちょっとお財布の方がかなりギリギリなところがあれなんですけどもね。さあ、あ、イノシシ来ました。こいつが倒れれば、まあ、だいぶちょっと変わってくるのかなって思うんで、一旦ちょっとそうですね。まあ、イノシシを倒しましょうか。その後にちょっと、あれだね、考えましょう。意外と倒れ、もう一体来ちゃったね。もう一体来たけど、あ、でも倒せたね。オッケー。で、とりあえずどうしようか。もう一体ちょっと移動車し倒さないとなんとかならないけれども。まあ、とりあえずちょっとお財布もね、ちょっとだけ余裕があるので、一旦これでちょっと様子見ましょうか。ちょっとこの移動車しなんか強い気がするんだけど、気のせいかな？なんか強くない？よし、オッケー。とりあえず2体ですね。の写真の方は突破したので、あとはそうですね。もうどんどんちょっとキャラクターの方を出していって押していきましょうか。まあ、地味に結構押されてしまいましたけれども、まあでもさすがに大丈夫でしょう。まあちょっとお財布の方が何とも言えないんで、結構ギリギリな感じがしますけれどもね。さあ、てかビクともしないけど頑張ってくれ。いけ。とりあえず倒せばもうこの動画はこれで終わりだから。さあ、みんな頑張ってくれよ。多分あと何パーセントだ。こいつ待って、ノックバック1回だったっけ、何回だったっけ、ちょっとあんま覚えてないけど、まあいいや、もうスピードアップ使ってとりあえずと、ガンガンいきましょう。オッケー、倒せた。意外といけましたね。ちょっとずっとぼーっとしたからなんとも言えないけど、オッケー、とりあえずこれで、終了でございます。ちょっと長かったわ。はい、ということで、今回はこちらのキャラクターでございます。羅生門クリアでドロップするですね、猫書道の方ですね。まあ、進化後と、進化前と進化後ですね、両方ですね、ちょっと遊んでみました。まあ、なかなかですね、個性的なキャラクターなのかなと思うんで、また今後ですね、ちょっと出番の方を増やしていこうかなと思います。まあ、どっちかというとこの進化後の方がちょっと面白かったなって感じがしますね。まあ、なかなか、ちょっとね、強烈なキャラクターでございました。ということで、また何かありましたらですね、動画の方でやっていくのでよろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。